い、どうも、カズマリオです。ポン。はい、今回はですね、久しぶりの車中泊企画ということで、はい、今からね、天の橋立を目指して向かいたいと思います。はい、はい、でですね、この前シングルバーナーを買ったんですけど、うん、そのシングルバーナーでですね、鍋を作ろうということで、すき焼きの具材も持ってきてます。はい、はい、なんで今日はすき焼きを食べて寝るっていう最高やん。はい、贅沢な車中泊です。はいはい、はい、というわけでですね、出発したいと思います。はい、レッツゴー。今ですね、出発してから何分ぐらい経った？30分ぐらいですね、経ったんですけど、ちょっとね、喉が渇いてパーキングに行きたいんですけど、全然見つからへん。はい、というわけでですね、今からすき焼きを作っていきたいと思います。よいしょ。じゃあ具材をね、もう家で用意してきたんで、はい、具材たちを紹介していきます。はい、これはキャベツ？白菜ですね。白菜ですね。で、はい。はい。これは豆腐？豆腐です。これはチャプ。はい。はい。これがね、白滝ですね。はい。白ネギ。エリンギ。お肉、これは白菜の芯を、白菜の芯です。もったいないから細かく切って入れたいと思います。はい、では本日の主役たちはさすがになりますので。わかりました。ではまず白菜から入れますか、お肉から焼きますか。もう入れちゃってグツグツ炊いちゃいましょうか、時間かかるから。そうですね、焼くことによって油が跳ねる可能性もあるもんな。普通に炊こう。普通に炊こうか。炊く感じでいこう。炊く感じでいこう。じゃあ具材入れようか。まず白菜を。白菜の芯から。芯から。入れましょう。これぐらい。鍋の量が限られてるから、ね、そんなに入れられへん、ね。第2弾から入れちゃう。そうやな。これが白菜ですね。はい、このような感じで、はい、よろしいですか。はい、で、続いてお豆腐。お豆腐さんを2丁ずつ入れようか。はい、お豆腐ね。お豆腐。そしてお肉、エリンギさん。ちょっと待って、手で入れちゃってんねんけど。あ、全然大丈夫やで。お箸の方はちょっと白滝さんから。白滝さんはお箸なんだ。よし、で、白滝さん、白滝さんの横に、うん、お肉を置かない方がいいっていう、うん、伝説は嘘みたいですよ。あ、そうなんですね。結局はどこに置いても味は変わりません。そうですよね、だって同じ鍋に入れんでも。続いてお願いします。はい、ここが最後。はい、カー君がえのき嫌いということなので、エリンギになりました。エリンギを入れます。ダン。絶対エリンギ美味しい。野菜いっぱいの方が美味しいよな。そうなの。実は最近思ってんのよ。すき焼きってお肉が主役じゃないの。イズ的には野菜が主役って思ってる。イズ何の鍋でも野菜が好き。大好き。じゃあ解散でいいのか。解散で。はい。本日の主役のお肉を。やっぱりお肉が主役ない。やば、ちぎれる。もう豪華に入れたいんだけどさ。うん。第2部のために残しとく？お肉は入れちゃう？入れちゃうか。あ、溢れたら困るね。そうやな。これぐらいにしとこじゃ。じゃあこれ第2部ね。あ、まだ。待って。これです。白ネギさん。白ネギさんを最後に。
白ネギさんを入れます。こんな感じで、はい、いいですかね。すげえな。はい、はい、OK です。これを炊いていきたいと思います。はい、はい、入れます。どれぐらい入れたらいいの。これ辺ぐらいにしてた。そうやな。じゃあちょっと少なめに気持ちいい、うん、ちょっとこれだけやったらなんか辛かった記憶があるので。ああ砂糖を足す。個人的に私は砂糖を足したいと思います。なるほど。ちょっとアリンコ寄ってくれ。2杯ぐらい、はい、まあ足りなかったらね、うん、めっちゃいい匂いするな。本当は照りやりたいけども、後で混ぜたいと思います。はい、ガスの準備入ります。はい、お願いします。もうお皿とかも用意してた。早っ。これほんますごいよな。すごい、かっこいいと思うんです。こわっ。かーくんはもうそこにおる、ずっと。うん、ちょっと待って、もうちょっとこっちにしてよ。こっち？うん。まだ花さん来てない？うん。ちょっとバランスが。絵になってるのこれ。どうなんやろ。シュールすぎ。今追加野菜してます。はい。全部入るんじゃないかっていう。そう、なんかひた少なくなってきたからね。そうね。グツグツなって、こうやって持っちゃってもひなってなるんで、お肉も入れちゃいますね。はい、うわ、ぽいわ。ぽい？うん、ぽい。ぽすぎるこれは、うん。一回煮込んじゃえばね、もう火から下ろして。そうやねん。で、まま後からゆっくり食べれるやん。うん。これも白菜も入れちゃいます。はい、全部。今日がね、ま、京都なんですけど9度。そう、気温が9度。気温9度、もうほんま外出たらめっちゃ寒かったもんな。寒かった。今日は寒くてよかった。いい気候。そうやな。鍋にちょうどいい気候。鍋にちょうどいい。うん、バランス取ってる。ちょっと危ういかな。嘘。うん、どうしたらいいの。じゃあこれ以上ね、気温が高いともう鍋なんかできない。無理やな。うん。いや、卵も持ってきた。持ってきたよ。卵まであるん。うん、すげえ。ちゃんとくるんできた。すき焼きがですね、無事完成しました。完成。美味しそう。そうやね。今日は卵もちゃんとくるんで持ってきたんで。すごいな、この本格派やないじゃん。ちょっと卵を割ります。はい、カーン。かーくんの終わってあげる。ありがとう。コンコンコン、パカーン。大きいこの卵、かーくん。よし、食べよう。じゃあ食べましょうか。いただきます。いただきます。夜食。夜食。お肉からいただくな。夜に食べるすき焼き、やば。わー、美味しそう。めっちゃお腹すいたわ。なあ、いただきます。うん、めっちゃ美味しい。めっちゃ美味しいよな、これ。いただきます。うまっ。うまっ。うまっ。うんうん。すき焼きあんま好きじゃないけど美味しい。これは美味しい。うん、うどん持ってくの忘れた。うどんはもうめんどくさいからな。いいな。うん。
すき焼きってこんな美味しいっけな。食べていい？うん。お肉やばない？お肉やばい。まあまあ高かったもんな、このお肉。うん。うん？カオくん、美味しすぎる。うますぎる？豆腐も絶対美味しい。豆腐絶対美味しいな。うん。うん、やっぱ寒い時期になったら鍋食べたくなるよね。鍋いいな。うん、キャンプでも鍋したらいいな。うん、今度鍋しようよ。うん、なかなか美味しい。そんなに長時間炊いたわけじゃないけど、うん、染みてるな。うん、ちょっとお肉が赤いけど、うん、お肉は結構赤いぐらい。大丈夫。次何鍋したい？鶏ちゃんこ鍋。うん。ずっと言って、うん、か、もつ鍋とか。うん、もつ鍋な。うん、今日はねカルピスソーダでノンアルコール、うん、ノンアルコール。めっちゃ合うやん。めっちゃ合いますやん。ぴったし。めっちゃ合うな。ちょっと卵追加入ります。卵何個持ってきたの？2つずつ使えるよう、ね、な。こんなの美味しいの感動した。普通に美味しすぎる。なんかお肉なくても美味しいって感じそうじゃない？そうやな。多分野菜だけでも美味しいやん。うん、はい、というわけでですね、食べ終わりました。ごちそうさまでした。すき焼き美味しかったね。もうぐっすり寝れそう。もう寝たい。ぐっすり寝れる。食べた後眠たくなるもんな。眠たくなってきた、うん、今日はですね、一旦寝て明日天の橋立に向かいたいと思います。はい。あと何キロだった残り？60ぐらい。あ、50、60ぐらい。まあ半分ぐらいだね。はい、というわけでですね、本日も最後まで動画のご視聴ありがとうございます。おたきの動画が良かったらいいねとチャンネル登録をよろしくお願いします。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。